これ。きつい。ああ、もう真面目にダイエットしとけばよかった。私たちをいろんな意味で守るんだから文句言わないの。でもさ、うっすら透明なのはまだしも、なんか体のラインが出すぎるっていうか。安心していいわよ、アキ。いくら教官が飢えたおじさん連中だって、どうせなら見応えがあるものを選ぶはずだからね。あんたそれどういう意味？泉、なんで今胸見た？ちょ、背中まで！別に私は何も言ってないからね。あ！うわ、硬っ！なんなの、あんたたちのおっぱい！コンクリ！柔らかくなった。強化皮膜って急激な外部加圧には分子構造の変異で硬くなるのよ。あんた、ほんと座学興味ないのね。あ、そういえばそんなこと言ってたかな。あははじゃない。何がコンクリよ、まったく失礼ね。ねえ、もういいでしょ、アキ。
揃いも揃ってなんだその弾は。シミュレーター協定に戻りたいのか。先日か貴様らにとって武具甲冑であり馬でもある。手足のように使いこなさなければお話にならんぞ。早く這うようにだ。 C02、 実戦だったら貴様はもう沸騰しているぞ。低く早く這うように。E01、 貴様はこれまで何を学んできた。兵器を信じろバカ者。そもそも戦術機は常時飛行を前提に設計されていない。戦術機の飛行、つまり長距離ホライゾナルブーストのことだが、これは流体力学的には理論上不可能の領域にある。ではなぜ飛ぶのか。答えは明快だ。ジャンプユニットに搭載されたハイブリッドエンジンが誇る高い推力重量比、そしてコンピューター制御によるフライバイワイヤー、あるいはフライバイライトの自立補助があるからだ。フライバイライトは第三世代機から導入された光ファイバーによる電子制御だ。大容量化、軽量化、耐久性向上、核戦術への対応などあらゆる利点がある。これらの自立補助がある限り、戦闘軌道ではなくただ飛ばすだけならむしろ墜落させることの方が難しいくらいだ。だが貴様たちが実機教習で使う練習機は違うぞ。いかに軽量化や近代化改修されていようが、激震は第一世代機。その設計当時、ジャンプユニットの出力は今よりずっと低く、カエル飛び式の連続跳躍が精一杯、運動性、機動性ともに低かったことから、機体はおのずと重装甲化された。したがって長距離飛行を想定しない機体形状が、その空力特性を非常に不安定なものにしている。わずかな入力ミスでも大きく挙動を乱すため、強力な自立補正がかけられているのだ。ここに初心者が陥りやすい罠がある。乱れた挙動をリカバーしようとする自立制御との感覚的なズレを操縦者が機体の不追従と錯誤し、手動で入力増しをしてしまうケースだ。機体自立制御と英姿の操縦、この双方がより大きな修正を交互に繰り返す結果、機体は完全に制御不能に陥り墜落に至る。これが経験の浅い英姿に最も頻発する事故ケースだ。戦術機は貴様らを裏切らない。カタログスペックに貴様らが重ねるものがその機体の性能になるんだ。分かったか。
T04、 何をやっとるか。貴様は今ので黒焦げだ。登場20時間も経てば大丈夫になるんじゃないかな。私はもっとかかるかも。今日ずっと上下に揺れてたせいか、胸焼けみたいな感じ、なんかひどい。私も加入力で何度も墜落しそうになっちゃった。縦揺れの繰り返し結構こたえるよね。私もだよ。加入力シミュレーター演習だと大丈夫だったのに。それにしても山城さん、悔しいけどさすがだよね。結局一度も怒鳴られなかったし。うん、そうだね。山城さんだけじゃなく J 小隊はみんなすごいよ。教官の指摘が一番少なかったのよ。あの子たち、山城さんの言いなりでロボットかよってバカにしてたけど、やっぱり努力してんだなって思った。当たり前でしょ。言いなりだったとしても山城さんのオーダー叶えてるだけで十分すごいわよ。ああ、私無理だわ。山城さんの招待でやっていける自信ない。絶対無理。何言ってんの。あんたは自信以前の問題。連携がきっちり入れなきゃ向こうからお断りでしょ。別にいいよ、入れてもらわなくても。ま、総選部の借りは来月の模擬戦できっちり返すしさ。もう飽きったら。今度の演習は個人戦なのにどうやって借りを返すのよ。いいじゃん。 J 招待とうちらの勝ち星で比較すれば連携とか余計なものがないだけに勝ち負けはっきりするし。まあそうかもしれないけど、なんか楽しみだな。戦術機で1対1の近接戦なんてすごく燃えるよ。好き勝手に暴れられる。でも模擬戦はあくまで操縦技能習得率の中間考査だって忘れてない。合格すれば部隊連携協定に進むんだからね。わかってないな泉は。だからこそ短い自由を目いっぱい楽しむんじゃないか。はいはい、わかったわよ。今度こそ磨き上げた我が双剣術の冴え見せてあげるから楽しみにしてなよ。はあ、一体いつ磨いたのよそれ。しかし暑いな。なんかさ、アイス食べたくない？買ってくればいいじゃないよ。まさかだるくて PX 行くの面倒とか言わないでしょうね。 PX じゃダメなんだよ。種類が少ない上にツボを外したセレクト。あ、噂のチャリチャリ君ラフランス味が食べたいよ。そうだ、今晩夜抜け出してさ、みんなでコンビニ行こうよ。うまいって噂のチャリチャリ君ラフランス味買いに行こう。コンビニか、懐かしい響きよね。確かにお菓子もアイスも選びたい放題だね。ダメだよ
よ。そんなの高速にも秒速にも違反してるでしょ。次の休暇まで我慢して。そうだよアキ、そんなことしたら私たち受講停止処分になるかもしれないよ。リマ子はコンビニが恋しくないのかよ。今まで当たり前のように言ってたのにさ。そういう規則なんだから諦めなさいよ。世俗から距離を置くのも鍛錬ってことでしょ。だったらそのルールが変なんだよ。入寮したら休暇の時だけなんて理不尽だと思わないのかよ。だいたい寮の目と鼻の先にあるんだよ。すぐ戻ってこられるんだしさ、ちょっとぐらいいいじゃんか。私たちは武家に生まれたんだから藩を示す立場なんだし我慢しなきゃ。ふーん、そういうの本当に受け入れてるんだ。え？いや、なんでもない。ところでこの後ってなんだっけ。ゴグはシミュレーター演習、劣化は舞台連携概論の予習。一日の協定ぐらい覚えておきなさいよ。なんかカリキュラム最近しょっちゅう変更になるからさ、つい忘れちゃうんだよね。ふーん、そういうの本当に受け入れてるんだ。なんかさ、このところやたら詰め込んできてないか？カリキュラム変更。ここまで多いとは言ったもんね。計画的とか、夏休み勉強とか、さすがにいい加減にしてほしいわ。そうだよ。泉史上初のただれた合体計画がぶち壊したっての。ひと夏の情緒が吹っ飛んだっての。秋が言ったように、来月の模擬戦で私たちが J 小隊に白星で勝ったら、みんなでコンビニに行くの。え？そう、あくまでも J 小隊に勝ったらって話だけど。
ねえ、どうかな。なるほど、コンビニはご褒美ってわけか。別にそこまでの意味はないけど、ねえ、どうかな。でも、そんな先じゃあの。でもね、これが私が譲れるギリギリの線だよ、アキ。まあまあ、ここはあんたも妥協するところでしょ。規則にうるさいユイがここまで引いてくれたんだからさ。ユイ、本当にそれで大丈夫なの？だってもし見つかったら。では、PX のチョコモナカで我慢する。その代わり、勝ったらコンビニだよ。約束だからね。うん、分かってるよ。そうと決まったら、こんなところでダラダラしてらんない。ほら、行くよ。ちょ、アキ、なんなのよ、もう。
時 J 招待に勝つんだって決めたし、特にユイは模擬戦で山城さんと当たるだろうからね。あ、別にそういうことじゃないよ。なんか山城さんが一人でいるのって意外だったから。彼女休み時間はいつも一人で過ごすみたい。いろいろ考えたいから一人にしてほしいんだって。そうなんだ。うん、山城さんあれだけの連携や作戦一人で全部考えてるでしょ。だから邪魔しないようにしてるって J 招待の子が言ってた。 J 招待の？うん、飛鳥さん総選部で戦ってから仲良くなったっていうか、まあたまに話すようになって。そうなんだ。広大な平地平野を要するユーラシア大陸では、広範囲にわたる大規模ベータ軍の電撃的侵攻に対し有効な阻止手段を持たなかった。唯一それを押しとどめ地帯をなすことができたものは何か。それは山脈山岳地帯である。したがって日本の約7割を占める山岳地帯は本土防衛における最大の利点となるのだ。だが山岳地帯が多く平野が少ない日本において戦術機の利点である距離を取った機動砲撃戦を展開できる聖域は非常に限られている。ここで思い出してほしい。基本的な対ベータ戦術で戦術機が戦域投入されるタイミングを。それは最終局面、艦砲野砲などによる長距離面制圧、戦車機甲部隊による中距離打撃の後である。つまり日本における戦術機の戦闘状況は近接戦の高い発生率を常に前提としなければならないのだ。物量を最大の武器とするベータとの密集近接戦ともなれば当然補給もままならない。その際物を言うのが直接打撃兵装を用いた機動近接格闘なのだ。近接格闘戦技能が日本兵士の必修とされている理由がこれだ。だがこの A 軍ではさらにその研鑽を要求される。なぜか。それは本土拠点防衛を専任とするからだ。つまり作戦開始状況をベータ侵攻の迎撃とするこの A 軍の接敵時比嘉距離は帝国軍のそれよりさらに密接するのが自明。将来貴様たちが席を置く日本帝国近衛軍とは作戦行動における密集近接格闘戦の発生率 100% を前提とする世界に類を見ない局地戦特化型の武装組織なのだ。
コマンドポストより D01 指揮の起動を許可する。 D01 了解、指揮起動します。機体周囲の安全を確認。 D01 機体ステータス異常なし。 D01 発進準備よし。 D01 移動を許可する。演習開始座標に進出せよ。 D01 了解。最大の武器とするベータとの密集近接戦ともなれば、当然補給もままならない。その際物を言うのが、直接打撃兵装を用いた機動近接格闘なのだ。開始座標確認。赤、高村候補生、座標確認。白、山城候補生、座標確認。現座標を維持、号令を待て。了解。おかしませー、ゆい頼んだわよ。今より評価演習を開始する。規定時間は8分。双方構え。
重さ。いつも一人で過ごすらしいよ。いろいろ考えたいから一人にしてほしいんだって。一本、それまで。やった、ユイが山城さんから一本取った。やった。
機、演習開始座標まで交代、下がれ。一瞬迷ったな。そのくだらん美学は多くの戦友を殺す。みんな早く終わらないかな。
山城さん。何かしら。ありがとう。使わせていただきますわ。いよいよ今夜、物資調達作戦実行の時が来た。現時刻をもって作戦故障を嵐山の嵐とする。嵐山の嵐って。嵐山の嵐作戦開始は夕食後の1900、集合の際は夏季行動服着用のこと。全員時計合わせ。要はあれでしょ、寮に戻ってもわざわざ制服着たままでいて、食後のデザート買いにコンビニ行くってことでしょ。もうノリ悪いなあんたたちは。雰囲気だよ雰囲気。めんどくさいな。今日は一応休暇なんだし、コンビニなんて自由に行けるじゃない。
さい。ゆい、重いからやめてよ、そういうの。だいたい脱寮することが目的だったわけじゃないし、私はあくまでジャリジャリ君ラフランス味が食べられればいいんだ。さだったら今から行けばいいでしょ。わざわざそんな遅くに行く必要ないじゃない。あるの、ドキドキ感大事なの。門限ギリギリのスリルを味わいながら行くからいいんじゃないか。はあ、あんた何言ってるの。分かってないな、泉は。単なるコンビニがその一工夫で素敵なアミューズメントになるんだよ。嵐山の嵐作戦、慎んで命令受領します。ちょっとユイ、本気？本気も何も別に規則を破っているわけじゃないでしょ。それに秋の言う通り、その方が楽しむ。育ちがいいだけあってさすが、生きってもんが分かってんな、ユイは。だからってさ、なんでわざわざ制服なのよ。でも外出するときは制服着用って候補生手帳にも書いてあるよ。そういうこと。在りし日の自由を再現するにはこれしかないでしょ。空はいいものだな。特に日本の空はいい。四季折々の表情がある。
高村さん。山城さん、ごきげんよう。あなた方も今お帰り？今夜は妙に道が混んでいましたわね。速報、ジャリジャリくん売り切れ。え？でもジャリジャリくんあるよね。ユイ、それはサイダー味。アキが食べたかったのはラフランス味だよ。そうだったの。なんかごめんなさい。イオミさんの様子、尋常じゃないですわね。一体どうなさったの？実は、というわけなの。アキはジャリジャリくんラフランス味だけを楽しみにこの1ヶ月頑張ってきたんだ。そうでしたの。月が静かに輝いて、星が優しくまたたいて、どうせ私は流れ物。あ、壊れた。あ、アキ、じゃこっちの高いやつなんかどう？ワーゲンザッツだよ、エンシェントミルクだよ。ジャリジャリ、私はラフランスが欲しいんだよ。ラフランス。岩見さん、はい、これ。これは？ジャリジャリ君、ラフランス味？差し上げますわ。よろしければお召し上がりになって。これまで辛抱なさったのでしょう。私の招待に勝利したのだから、あなたにはこれを召し上がる資格がありますわ。や、山城じゃん。さあ、遠慮なさらず。でも店内で召し上がってはいけませんわよ。だけど、それじゃあ山城さんの分が。気になさらないで、私は大丈夫ですわ。
見ての通り、ジャリジャリ君ラフランス味の買い占めですわ。全部あんたのせいじゃねえか。買い占めも正当な証拠行為ですわ。ああ、はいはい。アッキー、やめなよ。結局私たちにも融通してくれたんだからさ。分かってるよ。全招待の子たちもこれ食べてるんでしょうね。寮中に洋梨の匂いが漂ってそう。そうだね、もうとっくについているだろうし。だいたいこの距離で車ってどれだけ贅沢なんだよ。この絵は倹約を旨として的なのはどこ行った。乗っていきませんことぐらい言ってもね。気遣い全くないし。私は車ですから、ここで。山城さん、いろいろと。感謝されるほどのものではありません。それでは、ごきげんよう。自分がそう思いたいようにしか理解しない。たとえどんな事実を見たとしてもね。だから一つ一つを考えすぎたり気にしすぎたりしなくていいんだ。まったくさ、山城さんケチなんだか太っ腹なんだかわかんないよ。アキ、寮に帰る途中でコンビニに寄っただけなんだから、そんなこと言ったら気の毒よ。分かってるよ、山城さん別に嫌なやつじゃないし、ちょっと感覚はずれてるけどさ。そうだね、器大きいっていうか意外と面倒見いい感じじゃない。何かって言えば山城さんけなしてる秋にアイス分けてあげるなんてね。別にけなしてないよ、その時思ったことを言ってるだけだし。なんかリーダーシップっていうかカリスマ性すごいって蓮川さんが言ってた。だから何が何でもついていかなきゃって気になるらしいよ。なるほどね、
それが人正体の連携制度の秘密ってことか。また協定の話になってんの？ただでさえ自主練で休暇が潰れたんだ。夜ぐらいそういうのやめない？仕方ないよ、私たち候補生なんだし。それ以前に来ないなんだから、武家に生まれた以上は。まったくさ、そんなんだからあんな奴らに舐められるんだって。あいつらって、ああ、コンビニで会った女学生たちの。そうだよ、ユイ。あんたの挨拶無視したあいつら。どうせ平和がタダだと思ってんだよ。ったく、一体誰のおかげで遊んでられると思ってんだ。なんかいいよね、あの子たち幸せそうで。いつも友達と一緒でさ。ほんと、気楽でいいよね、武家のお嬢様方はさ。朝からあんなはしゃいじゃって、ずいぶん楽しそうだよね、軍隊なのに。違うよ、あそこってお嬢様兵隊教室なんだって。へえ、軍隊は武家子女のたしなみってこと？それじゃあ花嫁修行だよ。ほんと、いいよな、毎日。当たり前のようにコンビニ行けて、当たり前のようにジャリジャリ君食べてよ。多分好きなだけ彼氏と電話して自由に連絡取れて、休みの日は好きなだけ会えるんだろうな。歩みを止めないわ。だから恩を受けた方にそれをお返しすることはとても難しいの。目上の方に恩をお返しできるのはその方を超えた時だけなのだから。そして多くの場合、お返しできる機会を待ってはいただけない。人の絆はね、そうやって紡がれるのよ。
気をもらった感じかな。でもさ、このままだとあの子もあと数年で軍隊に取られちゃうんだね。優秀な武器や戦術機が必要な理由はね、本来ユイちゃんみたいな若い人たちを戦場に送り出さなくて済むようにするために、お父さんもおじさんも大人たちはみんなそう願いながら頑張ってるんだ。教官だろうが構わん。貴様らは何を考えている。大陸の不祥で内地総監、疑似生体の移植まで受けて、俺は何をやっているんだ。斉藤、入室するときはノックくらいしろ。しましたよ、何度も。そうか、やめましょう真田さん、自分を責めるのは。事故は起こります。毎年訓練兵がそれで死んでいる、分かってるでしょ。そうならなかっただけでもよかったじゃないですか。死ぬよりいいなんて本当にそう思っているのか。くそ。大てめえふざけんなよ。いつも偉そうにしてやがるくせに俺一人助けらんねえのかよ。ああ、もうその機体は持たない。早く早くメールアウトして。おいサナダ、だからてめえは気に食わなかったんだよ。とうとう言ってやったぜ。なあタカ子、オールテン、アナヤマ脱出しよう。俺が拾ってやる。できるわけねえだろそんなこと。だったらてめえでやってみろ。ああ花山は重度のバッドタイプです。お願い、隊員助けに行かせてください。ああ、おいふざけんなよ。もうクソどもがコックピットを壊しやがって。離せたらコックコックコック花山。オール10の KIA を確認。この戦域から撤退する。続け。オール8了解。帝国軍は戦術薬物をまともなものにするまでにどれだけ無駄な血が大陸で流された。この命はあの10年を繰り
願いそうとしているんだ。子供たちを使って。それでもお前はあれが死ぬよりマシだとそう言えるのか。あの子の親に。答えろ斎藤。花山は貴様の。やめましょう隊員。いっそ通も何もできない敵とどちらかが絶滅するまで戦うしかないとしたら、戦術薬物も御催眠暗示も必要です。それダメ。20日脇墜落事故のレポートです。飛ばなくても理由なんて分かっている。相手は御催眠暗示と薬の薬だ。暗示や戦術薬物が効くわけじゃない。その暗証や適正で選別するのも訓練校の役目です。俺たちは引退復帰までの少尉教官を見た。この絵の新型機開発に協力するだけだったはずだ。一型兵ベースでのテストだからという理由で帝国軍の俺たちが選ばれただけだったはずだ。それが兵器機関の訓練すら積ませてやれず、効果の読めない薬物にどっぷりつけた子供たちを戦場に放り込む羽目になるとはな。いつの間にか当たり前になっちゃいましたね。毎年12月の大雪は、やがて人類が行ってたかって地球をめちゃくちゃにしていく。全く気にしてなかったみたいでしたけど、しかも極低重圧層のダクトレース接中効果の影響は生き残るのは絶対必要だが、最低でも1年以上の実機経験がなければただのリスクでしかない。それでもやらせるしかありません。生き残らせる可能性を少しでも上げるためには。分かってる。自分がこんなこと言う日が来るなんて本当に情けないんですけど、近衛の方針はもう決まったことで、私たちにはどうしようもないってことはここ数ヶ月で思い知りました。私は自分にできる限りのことをやります。少しでも多くのものをあの子たちに伝えるために。すまない、ハスカ。許してくれ。事故が原因だったのかな。怪我も軽かったし、検査入院で済んでたから大丈夫だって思ってたんだけど、ずっと無理して我慢してたんだろうな。事故の後
シマ子。ちょっといいかな。この部屋でいいかな。ここなら誰も来ないと思う。うん。これ、飛鳥さんの手紙。あの子が事故に遭った日、練習から戻ったら、私のロッカーにこれが。見て、いいのね。当該地区からの難民の避難完了、間もなくとのことです。ああ、分かった。引き続きケツを叩いて急がせろ。了解。ところで、あの、大尉。ん？どうした？国連軍の前線司令部が全滅したっていう話、本当なんでしょうか？数十分前、軍用オープンチャンネルでそういう未確認情報が飛び交ってたらしく、部下どもが気にしていて。一時的にはな。だが心配はいらん。対馬のバックアップが機能している。撤退支援に問題はないはずだ。ではクアンジュ作戦は？大局的観点において成功しつつあるそうだ。さっき GHQ が発表した。だとしたら大尉、先ほど我々を救援に来たあの日本帝国軍部隊は一体どこから抽出された戦力なのでしょう？我々の救援要請に対する部隊の派遣命令は記録を確認する限りどこからも発令されていません。現場指揮官の裁量だったとしても、あれだけの大部隊が穴を開ければそれこそ防衛線は持ちませんよ。まさかとは思いますが、あの部隊が我々を救援した影響で国連軍の前線司令部が周囲は確か撤退完了予定時刻までのスケジュールはカツカツだったな。人の心配する前にてめえのケツの心配をすべきじゃないか。あ、失礼しました。持ち場に戻ります。
クワンジュ作戦は大局的観点において成功しつつあるか。元より戦力温存のための撤退作戦だ。成功だろうが失敗だろうが、今日を境に人類がさらに押し込まれることに違いはない。感謝するぜ、インペリアルアーミー。お前さんたちが来てくれなきゃ、俺たちは難民もろともベータどもの夜食になってただろうよ。世話になっておいてなんだが、骨は拾ってやれねえ。すまねえな。その代わり機体番号は必ずお前さんの部隊指揮官に届けるからな。一足先にあの世で。そういや、なんだあの機体。インペリアルアーミーに白い機体なんてあったか。 F40。 いや違う、新型か。どう見ても第一世代機だな。
今回の演習の結果に至った最大の原因を言ってみろ。私の状況判断、指揮能力の欠落によるものです。ここで必要なのは、そんな通り一辺倒で曖昧な責任論ではないぞ、高村候補生。どうやら知らないようなので教えておいてやる。あいにく俺は平民でない。だからお武家さん方とは違い、貧乏臭くて耳っちい、合理性に基づく近代的な軍事教育なんてものを受けちまってる、かわいそうなやつだな。目が飛び出るような値段の装備、10年は遊んで暮らせるほどの育成費、ついでに殿様と奥方様の夜のお楽しみがおまけで授けた命、そいつがまとめて4つもパーになったっていうのにだ。ご立派で優雅な責任論聞かされて納得するほど俺は好奇でも高尚でもないぞ。頼むから、俺みたいに平面にも分かる、明確で具体的で分かりやすく噛み砕いた言葉でよろしく頼めねえか。お武家さん同士でしか通じないもんは一切取っ払ってだ。申し訳ありません、教官殿。私の勝手な行動が最大の原因です、教官殿。ほう、なぜそれが最大の原因だと。言ってみろ。
転身しなかった私を孤立させないために私のエレメントの能登候補生が続き、最終的に高村候補生と甲斐候補生も合流。その結果正体連携が崩壊し全滅したからです。そんなことはモニターしていればわかる。俺が聞いているのは、見た目によらず日頃基本に忠実な貴様がなぜそんな大それた真似をしたかということだ。その時は私の判断の方が正しいと思ったからです。6分から7分だ。岩見候補生、貴様何を焦っている？私は焦ってなどいません、教官殿。ここ最近貴様は演習のたびに強硬な愚心を繰り返している。そのほとんどが6分から7分の間なのは偶然か？そして今日に限っては愚心にとどまらず行動に出た。今回が実力評価試験だったことは無関係だとでも？その答えは貴様が一番分かっているはずだ。いいか、目的と手段を履き違えるな。それを自分の頭でよく考えろ。どいつもこいつも邪魔くせえ気分だ。仲良く助け合って素敵なお友達か？部下をかばってお殿様ごっこか？いい加減にしろ、ごくつぶしども。これだけは言っておくぞ。この絵軍にどんな思惑があるか知らんが、俺は貴様らを絶対に甘やかさん。足並みや習い事レベルで済まされると思ったら大間違いだ。腕立て50回グランド30周。はい、教官殿。はあ、戦術機、今日は一段とご機嫌斜めだったね。それにしてもさ、いちいち言い回しが腹立つよね、あいつ。うん、あの、ゆい、ごめん、私のせいでこんな。うん、こっちこそごめんなさい。私がもっと的確に秋にも納得してもらえるような判断ができてたら。え、いや、それは。罰則が終わったら今日の件みんなでおさらいしよう。大事なのは過ぎたことよりこれからのことだよ。繰り返さないためにも。うん、そうだね。
どうしました、真田さん。えらい剣幕でしたね。ここまで聞こえてましたよ。岩見の剣ですか。ああ、いや、そうなんですが、いつになく堅くなだったもので面目ありません。ではやはり岩見はあのこと。ええ、知ってますね。おそらく家族から聞かされたのでしょう。みっともない話ですが、ついカッとして怒鳴りつけてしまって。我々は皆同じですよ。このところイラつくことばかりです。特にあれはないですよ。いくらなんでもこの半年間、断るごとに協定の短縮が繰り返されて、英氏候補生の技能習熟率は適格審査基準の 60% 程度ですよ。にもかかわらず上大将のバカども民間時期の繰り上げまで指示してきやがって。我々が大陸でどれだけの数の即成上がりの部下を失ってきたのか。即成は決して益ではないという結果が出ているっていうのに。東堂さん、この英軍司令部が一度決定した協定は現場では覆せない。我々がどう抗議しようとも、あの子たちはただでさえ即成です。こんな半端な教練だけでベータと戦わせるなんて、近衛の上層部はまともじゃないですよ。年末から大陸で強行してますよね。8人式最新ブロックの実戦テスト、あれを慌ててやってるのも今回の民間時期の短縮を見越してのことなんじゃ。確かに今実戦データを押さえておけば、即成協定の効率化にも国内配備機のアップグレードにも使える。十分あり得る話です。この衛軍は実戦完熟目的の大陸派遣を80年代に打ち切っています。そのツケをここらで一気に取り戻すつもりなんですよ。実戦未経験のこの英氏がベータ相手にどこまで戦えるのか、それを知るための実験だったとしても俺は驚きませんよ。奴らならやりかねない。東堂さん、この英軍が欲しがっているのはそれだけじゃないです。あいつらは実戦未経験の英氏で。分かってます。8人式最新ブロックのテストにはその実証実験が含まれてます。確実にね。もし万が一その収集データを反映した事前処置が岩見たちに使われて戦場に放り出されるなんてことになったとしたら、そんな悲劇的な。すみません、少し頭に血が上りすぎたようです。いえ、わかります。真田さん、あいつらと同じ年頃の兄弟がおいででしたよね。ええ。イラつくって言えば、真田さん、例のクアンジの件で、親父が責任追及されるって噂ですけど、何か知ってますか？そんなバカな話、現実にあるとは思いませんが。親父に限ってそんなことは。今の政府は国連にべったりじゃないですか。連中の機嫌取るためならあいつら何でもやりそうで。東堂さん、俺もその件は正直気がかりだ。確かにこのところの苛立ちはそれも原因の一つです。だが俺たちには何もできない。自分たちの手の届くことに全力を尽くしませんか。分かっていますよ、真田さん。いろいろ不満はあるが、近衛の動きは結局我々の思うところと重なる。今は連中に雇われのみ、状況を見守るしかないでしょう。